今回の動画は、最近進化が凄まじい AI に作成してもらったいろんなものを見ていこうと思うぞ。ちなみにこれは、ティーンティーン電車だな。史上最速で動画の行く末が心配になってしまったぜ。やっほほー、どうもコケゾーです。そしてキビゾーです。というわけで今回はいろんなワードを AI に考えてもらった結果、ヤバすぎる内容の画像が大量生産されてたから、それを紹介させてもらうぞ。ちょっと今日の動画はヤバそうな匂いがプンプンするな。この画像だって現実世界では考えられないもんな。今日の動画だけじゃないだろ、ヤバいのは。現実では再現不可能なことをイラストにしてくれるのが AI の強みだから、それを今日は存分に見ていってくれ。これに関してはどういう状況だよ。ペンギンがバットで襲われてるじゃねえか。こんな感じで程よくクイズ形式も採用していくから楽しんでいってくれよなぁ。つうわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まず最初に紹介しきれなかった画像たちから処理していくぞ。まずはこの画像だ、チビゾウ。これは最近流行りのアニメをモチーフにしている AI 画像なんだが、なんだかわかるか？アイドルがお腹を大きくしてステージに立ってる。こんなカオスアニメは存在するのか？よく考えたらわかるはずだぜ。みんなはもうわかってるよな。そんじゃ正解いくぞ。正解は、推しの子だぜ。子供って感じに引っ張られすぎ感あるだろ。でもなんとなく確かにって思ってしまう一面もあるからちょっと悔しいな。こんな感じで言葉を直訳したような画像がいっぱい出てくるからみんなも考えてみてくれよな。それじゃあ次の画像いくぜ。これは早くも難問だぜ。画像全体を見て考えてくれ。よし、わかったぞ。目隠しサラリーマンペンギン打撃だな。AI 以上の直訳を見せてどうするんだよ。ヒントを言うとペンギンはあんまり関係なくその上に書いてる文字がよりヒントになってるぞ。ペンギンの上にクレジット。スイカ。おっとチビゾウもわかりそうだな。正解は、スイカ割りだぜ。マジでペンギン派どっから出てきやがったんだ。確かスイカのイメージキャラクターはペンギンだがその情報もごちゃ混ぜにされると勘弁だぜ。こういういろんな引っ掛けもあるから頑張って考えるんだぞ。そんじゃ次の AI イラストいくぞ。これは結構特徴的だからわかりそうだな。戦闘機と並走するでかい鳥？これがわかりやすいとか AI イラストどうかしてるぞ。答えを聞いたら絶対うなるはずだぜ。それぐらいヒントしかない画像だからな。戦闘種族ビッグバードとしか出てこないぜ。中ボスみたいなネーミングセンスだな。それじゃあ答え合わせだ。正解は、トップガンだぜ。確かによく見ればこの鳥、ガンっぽいな。AI イラストってギャグセンスもあるのか。ダジャレを交えてくるのもまた新しい戦法だよな。それじゃあ次は天命行くぞ。バイトとして雇った牛くんが邪魔だな。バイトでこんな図体でかい生き物雇うなよ。でもこれはわかりやすい気がするぜ。牛ということは、牛丼屋さんだ。でも牛丼屋のことを考えてみろ。牛に関連つくワード入っているか？すき家、松屋、吉野家。入っていないだと？正解は、中尾だ。中尾って、中に牛がいるの略語じゃねえだろ。でも一番しっくりくる店名は中尾だな。おいおい、結構ひねって考えないとたどり着けないいい問題じゃねえか。そうだろ、これが AI イラストの醍醐味なんだぜ。それじゃ次の問題に行くぞ。これも面白い言葉遊びだな。赤ちゃんが試験管に入れられて周りはニコニコ。マッドサイエンティスト一族とかではないのか？そんなアニメの面白い設定みたいなワードで AI イラスト制作するわけないだろ。それじゃあ推理は難航してしまうな。てか赤ちゃん小さくないか？チビゾウの集中力が切れたところで正解発表だ。正解は、ベビーカーだぜ。赤ちゃんが入っている試験管。ベイビーがビーカーに入っている、ベイビービーカー。ほんとしょうもねえ AI イラストだな。でもそれにあっさりと騙されてるチビゾウもベイビーだな。よーし、みんなの頭も柔らかくなってきたところで少し風刺の効いた AI イラスト問題だ。これは最近あった話題のワードなんだが何かわかるか？美少女がベニヤ板を持ってこっちを見てるニュースなんかなかったぞ。でもこの板とかが正解に導いてくれそうだぜ。めちゃくちゃいい線いってるぞ。女の子が何をどうしてるか考えたら正解が見えるぞ。板を抱きかかえてる女の子。板を抱く女の子、いただき女子だ。チビゾウ正解だぞ。少し前のニュースで散々取り上げられてた、いただき女子だぜ。それを板を抱くことで表現してるのか、面白いぜ。よし、やる気出てきたぞ。次の問題に行ってくれ。はい、一気にわけわからなくなった。おばあちゃん電話する前に片付けてくれ。これも最近ではあんまり聞かなくなったが風刺が効いてる一枚だぞ。おばあちゃんの周りにあるのはみかんとミルクコーヒーだぜ。みかんとミルクコーヒー。オレンジと俺、オレオレ詐欺じゃねえか。
逆にこれでよくわかったな。正解。オレオレ詐欺だ。現実でもこんな甘ったるいことだったらいいんだけどな。みんなも引っかからないように警戒するんだぞ。よし、次の問題行くぜ。この絵画は俺らの大好きなものを表してくれてるぞ。古代ギリシャぐらいの年代でスイッチが存在するわけないだろ。でもこのスイッチ、絶対答えに必要なやつだろうな。チビ像も何問かして導き出すコツを掴んでるな。そうだ、このスイッチはめちゃくちゃ大切だぜ。スイッチをプレイしてる古代絵画の人とかいるか？マジでわからなくなってきたんだが。それじゃあ正解発表させてもらうぞ。正解は、ピタゴラスイッチだぜ。もしかしてこのプレイしてる人が数学者のピタゴラスってことか？だとしたらスイッチにはまって文明は止まってただろうな。数学者すらドハマりする任天堂、恐るべしだぜ。そんじゃ次の AI イラスト行くぞ。驚くな、これは AI が描いたものだからな。絶対に荒木博彦作品じゃねえか。どう見てもジョジョがよぎるんだよな。ジョー太郎とジョルノのハイブリッドみたいな見た目してるもんな。しかしこれはめちゃくちゃ簡単だぜ。さすがの俺でもこれはわかってしまったぜ。ガソリンスタンドだろ。正解だ。スタンドという言葉に引っ張られすぎて、炎のスタンド使いがイラストになってしまったってことだな。AI もジョジョ好きなら気が合いそうだ。最高だよな。こんな趣味思考があらわになることもあるってことだな。よし、次の AI イラストだ。はい、これはクイズじゃないぞ。みんな大好き、お賃金だ。AI って小学生みたいな思考回路してるんだな。ちょっと下ネタっぽく聞こえるってだけでこんなにもセクシーにしなくてもいいのに。お賃が銀色でお賃金ってさすがに安直だよな。そこに目が行きがちだが、お姉さんのこと見てくれ。うん、知ってるぞ。桁違いの美人で最高だよな。さすがチビ像、むっつり大表すぎるな。こんな感じで少し面白くもしてくれる AI イラストなんだが、少しクイズから離れるぞ。オタ恋の亜種、鉄恋だ。モラルがなさすぎる上に危険度マックスなカップルだな。真後ろに鉄道がすぐそこまで来てるのにラブラブすぎるだろ。それぐらい熱い恋愛ができるアプリってのが鉄恋のいいところじゃねえか。じゃあ熱い恋の認識を間違えすぎだろこのカップル。あと鉄恋ってアプリはないからな。そうだそうだ、危うくインストールするとこだったぜ。そして AI イラストに大喜利もさせてみたぞ。こんな東京マラソンは嫌だ。嫌すぎんだろ。運営側が選手を終わらせに来てるじゃねえか。こんな大会だったらチビ像も出場してほしいな。すまんが俺は水陸両用じゃねえんだ。運営早く走ってこい。それじゃあラスト5問、気合い入れていくぞ。これも結構ダジャレ寄りなんだが何かわかるか？ファンと共にゴルフをするナイスバディお姉さん。そんな単語が存在するのか？そうだな、チビ像。ゴルフの専門知識になるんだがゴルフボールを置くやつをなんて言うかわかるか？あれだろ、ティーだ。ティーがパンになっている。ということは、なんか恥ずかしいから言わないでおくぞ。正解は、パンティーだ。パンとお茶を置いて簡単な感じにせず少しだけ専門用語を織り交ぜてしょうもないことを、表している AI イラスト、嫌いじゃないぞ。単純すぎても面白くないとわかってるんだろうな。よし次の AI イラスト行くぜ。少しニュアンスを変えたイラストにしてみたぞ。なんかこのイラストだけアーティスティックだな。美術館に黙って置かれてても違和感ないくらいだぜ。サイガバイキンのような形になっている。あ。正解は、細菌だぜ。なんで俺に正解言わせてくれないんだよ。でもサイの細菌、めちゃくちゃ強そうだな。逆に免疫をつけたら仲間にできるぞ。やべえ、中二病心くすぐられまくるぜ。なんかチビ像が発作を起こす前に次のクイズ行くぞ。この AI イラストは何かわかるか？ワンミスした生徒は切り捨てる学校？そんなの存在していいわけないだろ。そんな世の中へのメッセージを込めた AI イラストじゃねえよ。先生が刀を持っているのがヒントかもしれないな。武士を鍛える道場的なところだと。わかったぞ、寺子屋とかじゃねえか？少しかすっているけど不正解だぜ。正解は、真剣ゼミだ。真剣を真剣にしちゃダメだろ。危うく生徒一人が犠牲になるところじゃねえか。まあここにいる生徒全員は真剣、なんだけどな。山田くん、座布団プラマイゼロで。それじゃあ言うなよ。よし。次の AI イラストだ。これは身につけてるもので判断したらわかるな。セクシーなお姉さんがお金を全身に身につけてる。成金、とか言いたいけど違うよな。違うってわかってるなら言わなくていいのに。けどその調子でいくとわかるかもしれないぞ。セクシーなお姉さんを見るとグラビアアイドルしか思いつかねえよ。っておい、もしかして、グラドルじゃないのか？むっつりスケベが功を奏した瞬間だな。正解だぜ。これは、グラドルだ。グラビアの要素なさすぎるけどドル要素満載だな。めちゃくちゃナイスな回答だな。じゃあラストの問題も正解してくれ。
なんだこの気持ち悪い画像。正解はチビゾウ大好き、と丸カツだ。変な誤解を生む発言は避けてくれ。てか AI はこんなイメージ持ってるんだな。というわけで今回は AI がイメージするいろんなものやワードを紹介させてもらったぞ。AI が想像以上にダジャレとかしょうもないことが好きだったからくだらない画像が多かった気がするぜ。他にもいっぱいあるからもっと気になる人はコメント欄でリクエストどんどん待ってるぞ。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。